眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやね、この山崎さんね、はい、もう私たちね、安眠チャンネル何回かやらせていただいて、もう600何十回ですか、はい、いや最近ね、安眠チャンネルだってこと忘れてる自分があってね。そうなんだ。いや失礼いたしました。大丈夫ですか？うん、いやちょっとすいません、なんか、うん、あのね、私ね、うん、やはりね、皆さんも安心して眠りについていただくためにちょっとトーンがね、うん、大きかった感じがして。声の大きさ？はい、うんうん、だから少しね、抑え気味に話させていただこうかなと思って、うん、あ、そうなんだ、うん、あとやっぱりね、はい、あのね、可愛げがある喋り方がいいんですよ、これからの時代だ。もう本当なんかね、同じ話をしてるんだけど、うん、あ、なんか可愛い喋り方、あとちょっとなんか頭がじゃないよ、おつむが弱いのかなっていう喋り方。うん、いや、で、こう言っちゃなんなんですけど、はい、堀田先生の喋り方、はい、めちゃくちゃ可愛いと思ってるんですけど、うん、私は。あ、いやいやいや、ごめんなさい。そう思ってる人多いと思います。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。自分が頭いいとか、そういうつもりは全然さらさらない。いや、別にそんなことないです。頭悪いです。いや、もともと頭悪いですけど、いや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 、さらにね、うん、もう少し、頭悪いだったら、それなりにね、それなりの頭悪いなりの喋り方をしないと、うんうん、あの、聞いてる人が、あ、鼻につくって話なんですよ、うん。いや、内容はともかくですけど、うん、内容はともかくですけど、喋り方に関しては、かなり鼻につかないですよ、うん、先生の喋り方。本当ですかね、はいはい、と思ってますけどね、昔から。ただ、内容がね。内容は何ですか？内容が、うん、なんて言うんでしょうね。まあ、その左翼側の人からすると鼻につくだけの話でしょ。いや、左翼ではない。あ、違う。ああ、そうですか。うん、まあ、平和主義。まあ、左翼なのか。平和主義、右側の人だ、が、やっぱり平和じゃないって感じなんですか、ね、いや、だから、右左の区別してないっつって。ああ、そうですか。いや、そう。いやだ、この間ね、はいはい、娘のね、小学校の先生がね、突然、はい、うん、辞めたって言うんですよ。お、学校辞めた。へ、うん、一身上の都合により辞めたっつって。なんかあったんですかね。ね、なんかあったんだろうね。なんかあったんだでしょうけど、うん、突然辞めなきゃいけない理由、うん、それは大変なことがあったんだろうなって。うん。で、手紙も置いてかなかった。挨拶もしなかった。うん。で、私はね、はい、私はもうね、もう2024年、これからアセンションの時代だ。うん、リベラルの時代だ、うん。ね。で、左翼の方が大多数派を占めるこの世の中の中でね、うん、アメリカだってもう、おそらく、どちらかっていうと共和党よりもやっぱり民主党が強い、これからリベラル、自由、悪自由と悪平等の時代だ。ね、うん。そんな中でね、今までの価値観からすると、うん、手紙を置いていかなかったってどういうことって私は思うんですよ。でもそれもまた、古い人の発想、うん。もうこれからの時代は、先生だって人間だ、うん。何かしらの理由があったんでしょう。だから、辞めてく先生が、手紙を置いていかなかったっていいんだよって、うん、いや。許してあげよう。いや、許すとか上から目線の喋り方やめましょうっていう時代です。ね？で、私言ったんです、校長先生に。だから。うん、すいません。いやー、ごめんなさい。私はね、堀田というものなんですけどね、つって、結構謙虚そうに、はい、古畑任三郎の喋り方はおそらく謙虚そうだと思って、私一生懸命その前の日に古畑任三郎を見ながらね、勉強して喋り方を。で、それで、相手は校長先生だ。一番学校で一番偉い先生ですよ。うん、で、その先生に、校長室はここですかつってね。イエス、いや、すいません、お忙しいところ、実はね、
私はね、3年2組の堀田の、いつもお世話になっております。先生、担任の先生が突然辞められたとかで、っていう話だ。いや、いやそうなんですよ、つって。めちゃくちゃ似てます。いやー、だからね、私ね、聞きたいんです。実はね、先生という職業は本当に大変な職業だって。何が大変かって言ったら、やっぱり製品を作ってるわけじゃない、人間を作ってる職業だ。だからいくらいかなる大変な理由があったとしても、もし辞めていくときに手紙を置いてかなかったってことに対して、私はちょっとわかんないんですよねつってね、はいはい、うん、したら校長先生が、うん、はいっていうわけです、うんうん、例えばですよ、その辞めてきましたって聞いた時に泣いていた生徒もいるらしい、うん、うん、何もポカーンとしてた生徒もいるらしい、うん、短いかもしれないけれどもね、うん、生徒からすると日常の一部だ、うん、先生を慕ってた生徒だっているかもしれない、うん、もう一生懸命先生の話や先生に言われたことを守って、うん、次こそ夏休み明けたら褒められようと頑張って夏休み過ごしてた生徒もいるかもしれない、うん、そういう気持ちを想像したら、うん、いかなる理由があったとしても、うん、挨拶ぐらいはしていかないとなって、そういう想像力をするっていうことが学校の先生の大変なところだなと、私そういうふうに取ってます、うん、ただね、この常識、古い常識で、この常識で私、子供を育ててたんです、今まで。はい。校長先生にお伺いしたいのはね、もうこの常識で、もし子供を育ててしまったら、もう古い常識で育てられた子供が、いじめられるんじゃないかってすごい心配なんですって言ったんですよ。つまりだからもう、私の発想自体がもう古いと。うん。で、校長先生っつって、うん、これからは墓じまいの時代だしね、うん、お墓もいらないって時代です。挨拶なんかも、どうせ心がない挨拶だったら、する方がめんどくさいからしなくていいやっていう時代でしょ、うんうん、いや、そんなことないですって言うわけですよ。うん、そんなことないです、うん、っていうこと、この間何担任の先生、なんでお手紙出さなかったんですかと聞いたんですよ。うんうんだから先生も頭抱えててね。はいはい、どっちが正しいか分かんない。私はね、自分の娘がいじめられることだけは避けたい。で、40人のクラスメートの中で、自分の娘だけが古い価値観を持ってて、残りの39名は新しい価値観でいたら、絶対いじめられるじゃないですか。まあそうです。古いって言われて、はいはい。うん。我々の時代はどうしても長渕剛の歌詞にあったように、古いか新しいかなんて間抜けなものの、考えだったって、うん、自分か自分じゃないかでただひたすら命がけだったって時代に育ってるわけですよ、こっちそら、うん、ね、うん、でそうすると、うん、それでうっかり子供育てちゃったら、これからの新しい時代のこのね、ニューウェーブの時代の中で、うん、大変なことになるんでね、うん、どうか校長先生、うん、私のこの発想を間違ってたら教えてくださいって、うん、もうこれからの時代はもうさよならするときも、いや先生も人間だから、うん、まあ、事情があったらそれはもう普通にもうやめてっていいです、生徒とかそういうのも、もう関係ないですから、うん、こういう時代なんですかって聞いた、うん、そしたらさ、そういうな、そうなんですって言ったら、ああ分かりました、じゃあ私も考えますって心を改めますで帰ろうとしたんですけど、うん、いやそうじゃないって言うんですよ、うん、いやちょっとそういうわけじゃないんですけどって言って、でご説明が足りなかったのが申し訳ございませんでしたって言うんです、うん、結局理由何だったんですか。理由は、やはり、うん、ちょっとね、心の病でという。あ、そうなんだ。うん。だから、それだったらちょっとね、ちゃんとしてほしいですよね。いや、思ったら、聞いてて思ったのが、なんかちょっと、例えば、学校の中で犯罪行為を犯しちゃったのかなと思ってたんですよ。ずっと。それで、ね、しかも、生徒とかに。そうすると、もう、手紙書いても何でも、これ嘘だよってなっちゃうし、もう何も言えずにやめてったのかなってことを想像しながら聞いてたんですけど、あ、そっか、そういう理由だったらちゃんとね、うん、ちゃんとしてほしいですね。してほしいなと私は思ったんですよ。わかるわ。
ね、だけどね、でももうそれもまたもうね、古い発想なんだなと思って。そうか。で、この間もね、ちょっと会社関係の人間でね、結婚されてる方が女性ですよ。で、お墓の問題とかどうすんのみたいな話からね、姑の面倒を見てるから、どん大変だな、みたいな話から、ちょっといろいろ大変だね、つってね。で、ちょっとお墓とかどうすんの、そこに入んのその、って言ったら、いやいや、もう、死んだら、もう墓じまいしようと思ってますって言って。もう代々ずっと長く続いてるのを、その奥さんが墓じまいしようと思いますってあっさり言うわけですよ。で、お金かかるし。もうこれからそういう時代じゃないんだって言ってね。で、要は、お墓もいらない時代だ。供養もしなくていい時代だ。みんなが、生きてる家族がさ、やっぱ亡くなった人に対して手を合わせなくなったら、成仏できないじゃないですか。成仏できなかったら、この世は亡霊で渋滞になるんじゃないかなって、ちょっと僕心配でね。確かに。ね、幽霊だらけですよ。確かに。だってさ、変な話、供養するとか手合わせるとか、やっぱり自分のね、ご先祖様に手を合わせる、ここ最近のブームでやってるわけじゃないでしょ。例えばね、戦場でね、一緒に戦ってた戦友が敵にやられた。で、その時に、さっきまでね、一緒に戦ってくれた場合によっては、こう一緒にこう自分のことを守ろうとしてくれた。さっきまで笑っていろいろこう分かち合ってくれた。そんな仲間がね、敵にやられた。そしたらそのね、その屍をね、そのまま放置するよりも気持ちで考えると、ちょっとそれを穴に埋めて、そしてそこになんかこう、土を持ってあげて、そこにあるこう、なんかこう、枝でも何でも立ててあげたい気持ちがあるでしょ。せめてそういう気持ちが重要じゃないですか。熊だって象だって、ちゃんとご焼香していくわけですよ。亡くなったと、仲間が亡くなったら。それなのに今の人間って、そういう、なんかこう、仲間とか、その、なんていうのかな、家族が亡くなったって言った時に、お墓はいらないとかっていう発想って、これ、どういうことなんだろうなと思って。だからそれをみんなね、いやいや、そうじゃない、もう、あれは経済力の問題です。お金持ちは、そういうね、お墓とかそういうのあるけど、やっぱりこれから貧困社会においては、やっぱりお墓なんかやってらんないよって言うんだけど、いやいや、別にもうね、お金の問題じゃないと思うんですよ。だったら土葬に戻しゃいいじゃんっていう。とにかく、自分のね、自分のことを愛してくれて育ててくれたお母さんが亡くなった、お金がなくて、お葬式ができない、お墓も建てらんないんだったら、どっか、裏山行って埋めてあげてとかの方でいいんじゃないのってふと思うんですよね。お庭に埋めたカブトムシの死骸にこう、お墓ってやった方がまだマシですよ。ね？カブトムシ以下ですよね、だからね。ってよく思うんですけど。それもまた新しい常識だとするならば、その常識にこうやっぱ入らないといけないんですかね。やっぱりね、我々人類はね。これって日本以外でもそういう流れなんですかね。日本以外はもっと簡易的になんか許されてんじゃないですか。日本やっぱりこう、なんかこう狭いしね。捨てるところもあんまないでしょ。まあ、そっか。なかなかそこは、まあ、近所迷惑とかそういうこともあるでしょうしね。まあ、法律も、まあ、厳密なこと言っちゃうと法律も問題がある。そうそうそう。あります、あります。だけど、そこを考えてじゃないと思うな。確かに、墓じまいっていう言葉はすごい最近聞きますもんね。そう。で、やっぱり亡くなっていく人たちも、うちの母親はなんか、私亡くなったらお墓建てなくていいからとか、もう言うんですよ。で、建てなくていいからとかどうかはこっちが決めること。建ててって言われたって建てられなかったら建てないし。
そうじゃなくて、こっちが供養したいかしたくないかの話でしょ。うん、今までありがとうねという気持ちを、込めて手を合わしたいって思ったらそうやる。うん、重要なのは、手を合わしたいっていう国民がずーっとこの、何百年も続いたのに、なんでここ最近バタッと切れるんだっつってことを言いたいんですよ、うん、私は。うん、あ、ごめんなさい、これ安民だ。ごめんなさい。ちょっと主張がね、今日はもうかなり強めだよ。ほんまでっか。最近そのたまに出る関西弁何なんですか、それ。いや、だからちょっとめっちゃ気持ち悪いです。少しでもね、可愛げがあるような感じにするにはね、標準語良くない時代なんです、これからの時代。そうなの。標準語ダメなんですよ。僕ちょっとでも方言入って、はい、もう少しね、こうなんかこう、砕く。受けた感じがカジュアルな時代ですから。ああ、そういうこと。うん、そう。だからもう本当に標準語の人たちは一生懸命方言をね、これから勉強した方がいいような気がして。そうなんだ。そうなんです、そうなんですよ。へえ。うん。いやね、もう、校長先生にね、はい、私はね、苦情を言いに行ったんじゃないんですよ。これだけは。はい、苦情なんか言える立場じゃないんですよ。うん、もう、私なんかもう本当へなチョコですから。へなチョコですからね。そう。質問です、これ。うん。この、なんて、もう、私はね、ほら、昭和から、こう、挨拶とか、そういうの心を込めて挨拶を、食事も作ってくれた人に対して心を込めていただきます。うん、そういう風に育ってきた。でも、それが古いかどうかを知らないで生きちゃってるからね、うん、これ。うん。もう、これからの時代は、思いやりとかそんなのいらねえよと。うん。うん、この方も聞いた、挨拶なんて、心がこもってない挨拶するぐらいだったら、うんうん、形だけの、形式だけの挨拶なんかは、うん、もう逆に鬱陶しいからしなくてもいいんじゃないですかっていう、話をね、うん、してたんですよ、若者が。うんうん、確かにと思って。うん、じゃあ、お葬式とかも、形だけのやつだからいらないんだ、今、これって思って。うん、確かにね。形だけのものだったらいらん。邪魔だよ。邪魔くさいお金ばっかりかかって。しかもさ、富裕層だったらいいよ。だけど我々みたいな貧困層からすると、こんな形式なんかやってる場合じゃないじゃんって思う。うん。うん、でも私はね、どちらかというと、いや、だけどなんかね、気持ちは伝えたいなとか思うんだけど、うん、もうその発想自体が古いんだなと思って、校長先生に、やめた方がいいですかね、この発想って聞きに行ったんですよ。うん。だそれを聞くときに、上から目線じゃないように、優しい言い方で、うん、で、はい、入り口コンコンってノックするところからもう、うん、古畑任三郎入って、ほいで、あれですよ、こうやって、すいませんねー、つってこう入ってったわけですよ、校長先生。いや、そうなんだ。うん、全然。青の坂田の真似して。古畑任三郎どこ行っちゃったんですか。アホの坂田の後に、とこう始まる。なるほど。そうです、そうです。そうなんだ。うん、つってね、やりました。ですか。はい。だまあ、ちょっとほんとめんどくさいお父さん来たなって思われちゃったなと思いますけどね。うん。まあ、そうですね。学校の先生も忙しいですから、あんまりいじめないであげてほしいですね。ああ、すげえ、やっぱりごめんなさい。ああ、ごめんなさい。本当申し訳なかった。すいません。いや本当にね。ね。そう。一体これからの時代誰にね、頼っていけばいいんだか分かんないからね。いや本当にね、私たち、この時代と時代の狭間に生きて、どっちが正しいか分かんない価値観をこれからね、ずっと背負ってかなきゃいけないなぁ、なんて思って。まあ、とにかく空気に流されるっていうことをね、躊躇なくできる性格にならないといけないなって今一生懸命勉強してます。なるほどね、うん、これから特攻だって言ったらね、はい、特攻、はい、わかりましたつってね、はい、うん。この戦争に意味があるかどうかとか、そんなことね、いちいち考えない。論理的に物事なんか考えない。もうとにかく空気に流されると。私、この生き方で行きます、これから。はい、ちょっと主張強いね。ごめんなさい、すいません。申し訳ない。じゃあ先生、今日もありがとうございます。ああ、どうも、いや、申し訳ない。今日も本当にすいません。じゃあ、おやすみなさい。